今日の西日本すっきりしない空で雨が降るところありそうです。では現在の天気、皆さんからの報告と雨雲レーダーです。こちら見ますと近畿エリアは晴れているところ多いんですが、西に行くほど雲が広がっています。九州は雨雲が一部かかっていまして、ところどころで雨の報告をいただいています。山口県内からも雨の報告をいただいています。今日はこの方面を中心にすっきりしない天気になってきそうです。ではこの後の天気の分布です。こちらの予想で見ていきましょう。午前9時現在だと九州北部を中心に雨、時間を動かしていきますとこの雨のエリア、どんどん九州全域に広がっていきます。そして山口県から一部広島県内でも場合によっては雨降り出すところがありそうですね。九州では一時的にざっと強まって雷を伴うような降り方になることもありそうです。そして夜遅くになっていきますと、だんだんと一旦は雨のエリアは狭くなってきますが、それでも傘が、必要なレベルだと思われます。九州や山口県など今雨が降ってなくても、今日は傘が必要なんです。ではこの傘マップ確認します。今日傘、必要なエリアはこちら、九州を中心としたエリアです。九州のほか山口県からあと広島県、島根県なども傘があった方が安心ですね。あと四国の、西部中心です。また九州から離れているエリアとしては、紀伊半島の南東部、静岡県の山沿いなどでは折りたたみの傘があった方が良さそうです。詳しい予報はウェザーニュースアプリでご確認ください。